ウーヌは、20世紀のビルマにおける主要なナショナリストかつ、政治家。なお、ウーヌは、男性に対する継承であり、彼の正しい名前は、ヌである。1907年に、分けまで生まれ、1929年に、ラングーン大学卒業。翌年に、多金島に加入、日本軍のビルマ占領後、1943年に、バーモー政権下で、解消。 宣伝省に就任。戦後は反ファシスト人民自由連盟の副総裁。政権議会議長となる。1946年のビルマ独立に関するイギリスビルマ協定に主席代表として調印。1947年7月19日にアウンさん、アフフル総裁の暗殺事件が発生。後を引き継ぐ形でアフフル総裁に就任。 翌年の1948年1月のビルマ独立に伴い初代首相に就任。1947年制定の憲法規定に基づき、1948年1月4日から1956年6月12日、1957年2月28日から1958年10月28日。 1960年4月4日から1962年3月2日にかけてビルマの首相職を歴任した。1955年のイスラエル訪問時にダヤン参謀総長に伴われたの軍事基地でのうぬ。ありがとうございます。